どうもこんにちは、しゅんじです。今日はですね、少し前にね恐竜バージョンご紹介したんですけど、そう、視聴者のヤマトくんからもねコメントで、リクエストいただいてました。シーモンスターズ&コビッグ、こちら、コンプリートセットじゃないんですけど8個入りの方を見ていきたいと思います。コンプリートセットとね比べると箱はねやっぱりコンパクトなサイズになってますね。で、中にこんなねかっこいい、海の中で生きるこう生き物のフィギュアが入ってるようですね。で、くるっと回すとこちらとなってて、で、ラインナップの方はね15種類あるみたいで、で、またこれもね伸びるようになってて、あとなんだこれ、ジャリジャリするんだ。あ、触り心地がね。で、暗闇で光るやつもいるぞってね。まあ、あの恐竜バージョンと同じですよね。あと知識がつくって書いてますね。で、なんかガムが入ってます。ではね、開けますね。開けると中こんな感じでね入ってて、で、今回もこう前からねこう順番にこうね参考には多分なんないと思うんですけど、取り出して見ていきます。ではね、一袋目見ていきますね。パッケージかっこいいイラストになってますね。で、暗闇で光るレアのやつもいるぞって書いてて、ブックレット付きって書いてますね。で、くるっと回して、後ろはこちらですね。瀬戸内容が書いてて、玩具1個に、ブックレット1冊に、チューインガム1粒が入ってるって書いてますね。で、下にね15種類書いてるんですけど、こちらとなってるようですね。いやー、かっこいいなんか楽しそうなねラインナップになってますね。で、光るのは2種類あるようですね。恐竜の時みたいに温度で色が変わるのはこれないのかな。で、プレゼントキャンペーン応募券はこちらってね書いて、ここにね、プレゼント応募券が、ついてます。さあ、何が出てくるんだろう。あ、緑色。何、わあ、大きい長い。一袋目からなんかすごいのが出てきました。こちらはですね、ポテトモレっていうのがね出てきましたね。ウツボみたいなのかな。はい、まずね大きさなんですけど、これ長いですよ。ね、全長約23センチある。すごい。で、中になんかこのねビーズが入ってて、緑色の綺麗なビーズが入ってて、あ、確かにサクサクしてますね。すごい触り心地いいですね。で、伸びるんですよねこれね。ビヨーンとこうね伸ばせるようになってます。楽しいね。目がねクリクリ、口ガバッと開いてて、あ、ちゃんとね、あの歯もありますよこれね。あの塗装とかはされてないけど、歯があって、で、体が長くてね、この中のビーズがね見えるんですけど、綺麗ですねこれ。で、上のところとあと下のところ、まあ、下はちっちゃいんですけど、このひらひらがついててね、すごい可愛らしいですね。ではね、ブックレットの方見ていきますね。ペラッとめくると番号がここに書いてて、15番ですねこれね。で、ライバルをゲットして戦わせようって書いてて、スポテッドモレ VS ムラヘナヘレナっていう、似てますね形ね。これどっちが強いんだろう。なんかどっちもなんか同じぐらいっぽい気がするけど、下にねグラフがあるんですけど、6段階ですね。食欲6、強さ3、速さ4、速いんですね意外とね。凶暴さが6、こう見た感じもね、なんかちょっとね凶暴やんちゃそうな感じ出てますもんね。で、ペラッとめくって、あー、かわいい、かわいいね。綺麗な柄が入ってるんですねこれね。で、説明の方をねちょっと読んでいきます。大西洋の西部全域や大西洋中央部の東の方にある島々に近い水深20から200メートルくらいの場所に生息している。体長は平均して80センチくらい、体重は3キロほどだが、大きなものでは体長が2メートル、重さ12キロになるものもいるって書いてますね。ほとんどの時間は巣穴から外を覗き見るようにして、魚やカニなどが近寄ってくるのをじっと待つだけだが、獲物が近くに来た瞬間パッと穴から飛び出して凶暴に噛みつく。休んでいる時でも口を最大限に、広げたまま酸素を取り込んでいるが、これは自分を獰猛な生き物に見せかけて、面倒な敵が近寄ってこないようにするためでもあるって書いてますね。はい、で、ペラッとめくるとラインナップがね、書いてるんですけど、ホホジロザメ欲しいですねやっぱりね。あ、これすごい、タカアシガニだって、足めっちゃ長い。で、オサガメっていうねすごいのが綺麗なのがいてる。で、あとこんな感じ、あ、いましたよ、アカシュモクザメ、これも欲しいな。
で暗闇で光るのは国会備前クラゲっていうのと赤マンボウの2種類が光るようです。で集めて当たるプレゼントキャンペーン、これがね当たるようですよ。オリジナルキャップペリカンコ、これもね恐竜も良かったけどこれも欲しいですね。当たるかな。はい、では次2袋目、さっきのもね入ってるんですけど、こちらのガムが、1粒入ってます。中に入ってたのはこちら、ホホジロザメが出てきましたよ。やった、めっちゃ嬉しい。まずねサイズの方なんですけど、これ大きいですよ、これもね。約ね、21センチちょっと、21.5センチぐらいありますね。アニア水に浮くホホジロザメと大きさを比べるとね、アニアのホホジロザメよりサイズかなりね、大きなサイズになってて、迫力ありますね。色がね、綺麗なね、青色になってて、で、これも中にビーズが入ってるんですけど、白と青の2色のビーズがね、入ってて、こう握るとこうサクサクしてね、触り心地がいいですね。で、目がねクリクリの目になってて、で口の中ね歯がずらっと並んでますね。はい、柔らかいんでね、こうね、口をね開閉させることができるようになってますね。でこのね胴体部分ちょっとねふっくらしててかわいい。で、背びれですね、ビヨーンとこう柔らかいんでね、ここも伸びるようになってますね。で、胸びれです。かっこいいね。形いいですよね。このヒレの形とかね。で、下から見るとこんな感じ。で、尾ですね。尾の部分。柔らかい。こう、プルプルなりますね、こうね。ブックレットの方見ていきましょう。こちらね、番号の方は2番ですね。で、グラフなんですけど、食欲6、強さ5、速さ5、凶暴さ5と、もう数値全体的に高いですね、これね。で、くるっと回して、あーいいねこれね、かっこいい写真が載ってますね。で説明書き読みますね。世界中どこの海でも目撃されるサメだ。冷たい海の海面から深さ250メートルほどの間を泳いでいることが多いが、水深1200メートルの深さまで潜ることもできる。大きなものでは体長8メートル、重さは1900キロにもなり、世界最大の肉食魚だ。世界最古の魚の一種でもあり、1600万年前にはすでに存在していた。よく見える目、とてもよく聞く鼻、高性能の耳を武器にして獲物を狙うので、アザラシやマグロ、メカジキにとってはホホジロザメは恐ろしいハンターだ。狙った獲物の真下に入り込んで上顎を突き出すようにして噛みつく。一度噛みつかれたらもう助からないって書いてます。次ね、3袋目です。中に入ってたのは9番のニセアカイカです。これね、足がすごいビヨーンってなっててね、これ伸びるのかな、あ、ちゃんとね伸びるようになってますね。8本足があって、9番部分とかもねちゃんと形作られてるんですよ。で、目がここにあって、かわいい目の形してますね。あ、こことここですね。で、ここもね、触り心地いいですね。柔らかい。で、上の部分ですね、ここにはビーズが入ってて、黄色とあとね、オレンジ色のね、ビーズが入ってますね。で、こう触るとサクサクしてます。いや、形ね、すごい可愛らしい形になってました。ではね、ブックレット見ていきましょう。ナンバーが9番ですね。で、こちらライバルなんですけど、オニイとマキエですね。で、食欲4、強さ2、速さが、あ、早いんだ。6の凶暴さ2となってますね。はい、で、ペラッとめくると、おー!なんだこれ、すごい形してますね。これ目ですかね。なんか怖いな。説明書き読みますね。広く大西洋の熱帯の海に生息している。日中よくいる場所は水深200メートルより深い、海中だが、夜になると獲物を捕まえるために海面近くまで上がってくる。体長は足を伸ばすとおよそ65センチ、8本の足と2本の腕で、触腕があり、これら10本全部に獲物を捕まえるための吸盤がついている。頭やマントのような外頭膜には光を発光する組織がある。また強力ジェット噴射で素早く泳ぐことも得意だ。敵から逃れるためなら海面から飛び出て数メートルも空中に舞うこともある。逃げるが勝ちをちゃんと実行しているイカだって書いてます。面白いですね。次は4袋目です。あ、似た色のが出てきましたよ。こちら13番のタカアシガニが出てきました。これすごいな、また足長いな。さっきのニセアカイカみたいにね、こう足長いですね。はい、ビヨーンとこうね、伸びてて、で、先端のとこちょっと尖った形になってるんですね。はい、で、こんな感じで、ハサミの部分とか、あ、ハサミちゃんとある、この一番長いの、ここですね。ここの先端がハサミになってますね。で、体のところね、こう小さい突起があって、この辺の造形なんかもよくできてて、
で、目がここ、どれだろうこれ。目どっちだろうこれかな。目があって、で、体にはオレンジ色の、ね、ビーズが入ってますね。サクサクしますね。いや、これ、なんかすごい不気味形。ブックレット見ていきますね。はい、こちらナンバー13番ですね。ライバルは水タコですね。で、食欲は4、強さ3、速さ3、凶暴さ2となってますね。そんなに強くはないですよね。はい。で、ペラッとめくると、ここにね、写真が載ってますね。ね、こう、フィギュアと違ってね、可愛らしさないですね、これね。すごい、なんか強そうにも見えるな。太平洋の日本に近い海域で、水深150から800メートルあたりで生息しているが、産卵期は水深50メートルくらいの浅いところまで移動してくる。成長すると、重さは約20キロ、甲羅の幅は約40センチ。足を広げると幅は4メートル近くにもなる、世界最大の、節足動物だって書いてますね。生きる化石とも呼ばれ、長生きであることが知られていて、100年生きるとも言われている。泳げないので、普段は海底をゆっくり歩きながら獲物を探している。よく食べているものは死んだ魚や腐った海藻だが、チャンスさえあれば生きたエビや貝、小魚なども力強いハサミで捕まえて食べていたりもするって書いてます。次5袋目なんですけど、これなんかね、今までと違う、ちょっと重い気がする。さあ、中に何が入ってるんだろう。中に入ってたのね、なんとこちら赤マンボウですね。やった、これは嬉しい。これね、今まで出たのとはね、ちょっとね、形が全然違ってて、なんか触った感じね、なんか全然違くて重かったんで、なんか分かりやすい気がするな。赤マンボウ見ていきますね。赤マンボウ体まん丸ですね。で、目がね、クリクリになってて、この前の部分は透明なんですよね。で、口がね、ちょっと開いてて、こんな感じでね、稼働させれますね。で、この鱗の部分なんかね、この辺の造形なんかもね、よくできてますね。で、中には青色のビーズがね、入ってますね。こう握るとサクサクして気持ちいい。で、またビーズの量も結構いっぱい入ってますね。で、体のヒレの部分ですね。これもね、すごい柔らかいです。で、これ背びれになるんですかね。背びれと、あと尾の部分。で、この周りがね、綺麗なね、赤色になってて、すごいなんかおしゃれなカラーになってますね。これ暗闇で光るみたいなんですけど、多分この赤い部分が光るのかな。後でちょっとやってみますね。ブックレットの方見ていきましょう。ナンバーは12番ですね。戦わせよう。相手はコウモリダコですね。食欲4、強さ4、速さ早いんだ6、凶暴さ2となってます。はい。で、実際の写真がこちらかな。あ、すごいな。柄が入ってて綺麗ですね。なんか可愛らしい。北極や南極以外の世界中の海の水深500メートルくらいまでの場所にいる。体長は2メートル、重さは200キロ以上にもなる。体は両脇からギュッと押しつぶされたように薄く平べったい。そして背は高いが頭は小さい。好物は若いメルルーサ、タラの一種やイカ、クラゲなど。獲物を見つけるとこっそり忍び寄って、歯のない小さな口を突き出し、獲物に傷をつけることなくパッと丸ごと飲み込んでしまう。狙った獲物をうまく捕まえられなかった時は、巧みな泳ぎでどこまでもしつこく追いかけて、深さ1000メートルまで追跡を諦めないこともあるって書いてますね。すっごいしつこいね、この魚。ライト消したんですけど、これ光ってんの見えますかね？見えないよね、多分ね。青色のビーズが光ってますね。ブラックライト当ててもちょっとね、わかりませんね。このビーズの部分がすごいね、綺麗に発光してました。はい、次行きましょう。次、6袋目。で、これもね、触った感じね、大きい。さっきのにちょっと似てるかも。またね、すごい形のが出てきましたよ。こちら、ナンバー10番のペリカンアンコウが出てきました。いや、口の形すごいね、これね。下顎がぐっと伸びてて、また口大きいな。で、歯がずらっと並んでて、目がね、赤色なんで、ちょっと凶暴な感じしますよね。で、上のところは、かわいい。ビヨーンって伸びてるのがね、かわいいですね。で、中には、これね、黒色のビーズがね、入ってて、こう握るとこうね、サクサクして気持ちいいですね。で、これも伸びんのかな？あ、一応伸びますね。あんまり伸びないけど伸びますね。で、尾の部分とかね、この辺の造形すごい綺麗ですね。このひらひらになっててね、綺麗な形してますよ。ブックレット見ていきます。ナンバーは10番ですね。かっこいいイラスト、このキャラ。ライバルはミツクリエナガチョウチンアンコウですね。こっちも似た形になってる。で、食欲は6、強さ2、
ファイナーサー3、凶暴さ2となってますね。で、シャーシボ、めっちゃ凶暴そうじゃないですか、これ。怖い怖い、なんか怒ってるようなね、顔に見えますね。広く熱帯から温帯の海の中、水深2000メートル付近で生息している。オスは体長が3センチほどで、体が細く口も小さいが、メスは成長すると体長20センチくらいになり、体がずんぐりして頭が大きく、巨大な顎が特徴だ。大きな口の中には鋭く尖った歯が200本も並んでいる。顔の中央に獲物をおびき寄せるための発光型の疑似餌があり、この光に引き寄せられた獲物たちは疑似餌のバネで叩かれて口の中へ入れられてしまい逃げられなくなる。自分より大きな獲物でも顎を上下に大きく開いて口に入れゴムのようにいくらでも伸びる。胃袋の中に押し込んでしまうって書いてますね。このビヨーンってなってるやつですよね。このこれが疑似餌のようですよ。7袋目見ていきます。中に入ってたのは3番のイタチザメが入ってました。ホホジロザメと色同じじゃないですか。あの中のビーズの色は違いますけどね。あ、ね、同じ青色になってて、中のビーズは黄色とあとオレンジ色のね、ビーズが入ってますね。で、大きさもホホジロザメと、あ、同じですね。形もね、めっちゃ似てますよ、これ。同じじゃないのかな。ちょっと胴体のところが違うかな。なんかね、あんまり変わんない気がする。多分同じですよ、これ。ね、恐竜の時もありましたもんね。もう同じじゃないかなっていうのね。で、尾の形も全く同じですね。で、触るとサクサクしてて、で、こうビヨーンとね、伸ばせるようになってますね。ね、多分、ホホジロザメと同じですよね。うん。ブックレットの方見ていきます。番号の方は3番ですね。で、ライバルですね。アカシュモクザメ、食欲6、強さ5、速さ5、凶暴さ5となってますね。強い。強そう。はい。で、写真がこちら。わー、すごいかっこいい。なんか体も大きいですね。世界中の熱帯から温帯の海にいるサメだ。いつもは海面から深さ100メートルほどのあたりを泳いでいるが、水深400メートルくらいまで潜ることもある。大きいもので体長は6メートル。重さは900キロもあり、恐ろしい口の中には刃物のように鋭い三角形の巨大な歯が並んでいる。広い外洋から海岸に近い浅い海までどんな大きさの魚でも何でも構わず食べている。例えば海鳥やウミガメ、 A イルカだけでなく他のサメすら獲物にして食べてしまう。動くものなら何でも容赦なく攻撃するので人間にとってもすごく危険なサメだって書いてますね。ではラスト8袋目見ていきます。まさかの最後に僕のお気に入りの8番アカシュモクザメが出てきました。やった、嬉しい。かわいいね、形ね。で、色はホホジロザメと同じで青色になってて、このシュモクザメの特徴的なこの頭ですよね。この形がいいですね。で、横にね、こう目があって、クリクリの目があって、で、体の形はシュモクザメとね、これ似てるけどどうだろう。あ、ちょっと違う。ちょっと違いますね。はい、ちょっとほっそりしてそうですよ。あと、ヒレの形がね、違いましたね。で、上にもね、長いヒレがあって、背びれね、ビヨーンとこう柔らかいですね。で、胸びれもね、かなり長くて柔らかいです。中には黒色のビーズがね、入ってますね。で、尾の部分、尾の形もヒュッと伸びててかっこいいですね。で、ビヨーンとこう伸ばせるようになってて、この頭ですね。頭もね、ちぎれちゃいそうですけど、こう伸ばせるようにもなってますね。ブックレット見ていきます。ナンバー8番、アカシュモクザメですね。はい、こちらのイラストかわいい。で、ライバルはですね、イタチザメとなってますね。さっきのですよね。ちょっと見比べますね。食欲は6、強さ4、速さ4、凶暴さ4となってます。さっきのイタチザメのブックレットですね、ペラッとめくって、比べると、数値が高いのは、イタチザメです。イタチザメの方が強いのかもしれませんね。これはわからないですけど、戦わせてみないと。数値は高かったですね。はい。で、ペラッとめくって、あー、かわいいね。やっぱりね、この頭の形がすごい個性的。アカシュモクザメ、スキャラプトハンマーヘッド、世界中どこの海にもいるサメで、水深50メートルから、250メートルのあたり泳いでいるが、水深500メートル以上潜っていくこともある。
体長は大きいもので 4.5メートル、 重さは約180キロにもなる、長くて引き締まった体と平たく横に伸びたハンマーのような頭が特徴で、目は頭の両脇についている。とても優れたハンターで、イカや、カニなどの獲物を見つけるとよく効く鼻で獲物の動きを感じ取りながら情け容赦なく追いかけ回し、たった一口で飲み込んでしまう。大型の獲物を捕まえるときは頭のハンマーで叩いて気絶させてから海底に押し付けてゆっくり味わって食べているって書いてますね。本当狙ってたわけじゃないんだけど、最後の最後にね、この僕の欲しかった赤種目ザメ出ましたね。シーモンスターズ&コビック8個入りのセットの方をね見たんですけど、いや面白かったですね。これもね恐竜の時と同じでサイズがね結構大きくて、そう形も結構よくできてましたね。で中に入ってるビーズがねこう透けて見えるんですよ。これ面白いですよね。恐竜の時見えなかったんで、僕の大好きなホホジロザメに、あとね、こちらの赤種目ザメが出てくれたのはすごい嬉しかったんだけど、赤マンボウ光るんですけど、それがカメラにねちょっと映ってなかったのがね残念でしたね。恐竜はね温度で色が変わるのがあったんですけど、シーモンスターズは色が変わるのないんですね。色変わるのね楽しいんでね入っといて欲しかったですね。前からね気にはなってたんですけど、いやこれすごい面白かったからもっと早くね買えばよかった。そうスーパーとか本屋さんでね置いてますんで、また気になった方はぜひ、チェックしてください。はい、ということで、今回はこの辺で、よろしかったらコメント評価グッドボタンの方よろしくお願いします。あとチャンネル登録ボタン横にありますベルマークのチェックの方もよろしくお願いします。じゃあまたね、バイバーイ。